ピカルディ・シープドッグピカルディ・シープドッグは、フランスのピカルディ地方原産の牧羊犬種の一つで、ある。別名は、ピカルディ・シープドッグ、ピカルディ・シェパード、ピカーディ・シェパード、ベルジェ・ド・ピカールなど。旧世紀頃に作出された、フランスでは最も古い犬種の一つでもある。詳しいことは不明だが、ブリヤード、ボースロン、ベルジアン・シェパード・ドッグ、 ダッチ・シェパードとは何らかの血統的な関わりを持っていると言われている。主に牧羊犬として羊を誘導するが、牧牛犬として牛の誘導も行うことができる。このほか、家畜や家禽を狼や泥棒から守る森畜犬や家を見張る番犬などとしても用いられた。1863年にフランス国内でドッグショーにデビューするが、 当時はミスボらしい犬であるという印象によりあまり人気は出なかった。しかし熱心な愛好家を得ることには成功し、1893年に犬種を保護しながらスタンダードを固定し、もっと犬質を向上させるための作業が開始された。ところが、ピカルディが最も多く刺激されていた、村務川沿いの谷間の地域が2度の世界大戦で、 戦場を溶かしたため、多くの犬の命が奪われ絶滅の危機に陥った。戦後はわずかに残った個体をもとにブリーディングを進め、なんとか生き延びることに成功した。しかし、その頭数は現在も非常に少なく、絶滅の危機が完全に回避されたとは言い切れない。大半はフランス北部で飼育され、不思議に公認犬種として登録されているが、今日もペットや 小ドッグより作業犬として使われている個体の方が圧倒的に多い。まず他の地域では見ることができない、極めて珍しい犬種である。やや荒めでボサボサとした、ロングコートがよく目につく犬種である。口周りの毛や眉毛も豊かでふさふさしている。毛色はベースが、ゴールデンフォーンなどで、胸部や腹部、足先などの特定部は、白っぽくなる。また、多くの場合、 耳が黒い。引き締まった体つきをしていて、足が長く走るのが早い。耳はやや細長い立ち耳、尾は飾り毛のあるサーベル型のタレを。マズルは短めで細い。体高55から66センチメートル、体重23から32キログラムの大型犬で、性格は明るく、忠実、元気があり、感受性が強いが、室内では物静かである。 しつけの飲み込みや状況判断力は非常に優れ、家族以外の人や犬とも友好的に接するため、家庭犬として飼育するのにも向いている。ただし、牧羊犬のため運動量は多い。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全、コートが目に入って起こりやすいメシ感などがある。ありがとうございます。